こんにちは、速稼塾の久保です。今回は速稼塾のお支払いの件についてちょっとお話しようかと思います。速稼塾の支払い方法は基本的にはね、一括30万円なんですけども、これに対してですね、なかなかお金払えないよとかね、まだどういう風になるのかわからないし、いきなり30万は怖いなとか、詐欺じゃないかなとかね、それから稼ぎながら払うって方法はダメなんですかと、本当に稼げるんだったらそれでもいいでしょうと、いろんな意見があると思いますし、私も実際購入者側だった時ね、いろんな思いがありました。ですんで、速稼塾の支払い方法は30年分割を認めております。しかもその分割方法はご購入される皆様の方で決めていただくということになってますので、じゃあ分割したからこういう分割の方法しかありませんよとか、それに対しては手数料がつきますよって話は一切してません。そもそも私の速稼塾っていうのは、皆さんからいただいた講義代金で暮らしてるわけでも何でもありません。これはですね、速稼塾に参加していただく方の本当にお気持ちなんですよね。だからそこにつきますよ。じゃあタダにしろって意見がありますけども、私はタダではやらないんですよ。ただただ同然のことをやっております。それはね、私がこうやって毎日放送をお届けしていることとか、それから一人一人に細かく返信を具体的にしていることとかで、押して知るべきかなというところで思っておりますけども、で今回ね、この動画を撮らせていただいたのは、たまにやるんですけどもね、もう長期スパンで、それこそ、ね、何十年30年はかからないけども、数年がかりで払っていこうっていう形でやってくださる方もいるんですよ。その方へのまず感謝ですね。本当に毎月のお振り込みありがとうございます。で、難しい時はね、支払いを一旦止めてでもまた再開していただくってこと、非常に私ね、わずかながらでも本当に、お支払いが続くってことは、私たちの関係はさらに濃くなってると思うんですよね。でも人によってはね、頭金3万円っていうのは払っていただくようになるんですが、頭金をポンと払いました、あとはずっと儲かってようが払わないとかね、で自分の才覚でやらなくてもそれは、塾に入ってていつか払えばいいや、もしくは久保さん請求しないからそのままほっとけばいいや、いろんな思いがあると思うんですよ。それは一人一人の関係性っていうのは10人いたら10通りありますんで、この人が払ってるからあなたも払いなさいよとかね、みんな平等に公平にとか思いません。私はそもそも平等や公平っていうのを全く信じてないんですよね。それこそ誠意ある方は払えばいいし、私をね、悪い言い方すれば乗っ取ろうと食いつぶそうと思う方はもう最初だけ払って、あとは払わない、あと情報を受け取りっぱなし、もしくはね、別の情報に移っていく、もうしょうがないと思うんですよ、そういうのはね。いろんな皆さんがね、スタンスを構えていらっしゃる中で、ちゃんと一生懸命取り組んだら、私がどのぐらいやってるのかってことが分かりますんで、やっぱりね、これはお金ぐらい払っとかないといけないなっていうふうには変わると思うんですよ。中にはね、この前みたいに椎茸を送っていただいたりとか、そばを送っていただいたりとか、うどんを送っていただいたりとかね、缶詰を送っていただいたりとか、本当になんかこう、塾費用以外のものをたくさんたくさんくださる方もいたりとかね、ありがたいばかりでございます。さあそこでですね、今日はですね、前置き長くなりましたけども、ある特定の方への返信動画になります。これはね、プライバシーに配慮しながらお話ししたいと思いますけども、本当に今回もね、支払い計画表とともに送っていただきましてありがとうございました。非常に嬉しいですよ。私たちの関係はね、本当にものすごくこういう形で強くなっていくんだと思います。そう、信頼関係っていうのは何かをやるからどんどん結びつきが強くなると思いますし、放置とか言われてからやるっていうことではあまり強くならないと思うんですよね。言ってみればこれも速稼塾のカリキュラムの一つだと思うんですよ。で、こういった誠実さとか実直さがおそらくビジネスを離れたところでも生きていって、いろんなところでね、人間形成に役立ってくれるんじゃないかなと思うわけなんですよね。基本的には私一人はすごく嬉しいです。これはお金が入る入らないじゃなくて、この気持ちがすごく嬉しいですね。毎月毎月こうやってご連絡いただいて、振り込みましたよとやってくださる方、かっきり言ってね、これ毎月の振り込みっていう手間とかを考えたら、振り込み手数料とか考えたら、一発で払った方が実は安上がりなんじゃないかなってことも成り立つと思うんですけどね。でも本当にそういうのもいろいろ込みでね、私との関係を大切にしてくれてるんだなと思うと、私もね、この方の成功を願わないわけにはいかないですよ。で、私は求められれば、成功に導くことはかなりの高い確率でできますんでね、お力添えさせていただこうかと思います。はい、じゃあ今回はそんなことでございますんでね、ちょっとお名前は出せませんでしたけども、今回、分割払いをしてくださっている中のお一人のことを取り上げながら動画にさせていただきました。
本当にね、頭金だけ払ってそのままフェードアウトっていう方がいる中でしっかりと払っていただいて嬉しく思っております。もちろん頭金だけ払ってどっかいなくなっちゃう人っていうのも、もう私のね発信力がその方にその胸に届かなかったのかなと自己反省するだけで、まあどっかに行ってずるいとか全然思いませんけどね、それは一人一人の価値観だと思います、うん。まあ、こういうふうに決めたことをやれるのか、それとも保護にするのか、様々でございますんで、そういった人々でこの地球ができてますんでね、皆様も痛い目を見たときは、まあ、いろんな考え方があるかなという形で入院になっていただければと思います。それではいってらっしゃい。